どうですか皆さんね、これ立派なもんじゃないですか。後ろに見えておりますのが JR 東海道新幹線、すべての列車のぞみ号もすべて停車をいたします。東海道新幹線の新横浜駅です。他に JR 東日本横浜線、これもまた JR を代表する大黒字路線であり、また横浜市がその需要を逼迫しているということで建設をいたしました市営地下鉄のブルーラインもこの地下から出発している、そのようなところでございます。この新横浜駅、さすが本当に立派なもの。これだけではなくて、駅のこの周りなどをこう見渡しましても、さまざま商業施設ですとか、それからホテル、オフィス群、そういったものが軒を連ねております。またさらにここからそう近いとは言い切れませんけれども、東方圏内にありますのが日産スタジアムで、サッカーの試合などもよく行われているようなところ、本当に神奈川県内でも大変需要の大きな、そんな駅、大ターミナル駅として知られているところでございます。この神奈川県横浜市、日本で最も人口の多い自治体としてすでに有名ではありますが、さらに新横浜はその中でも大きく賑わっているようなところ。しかし、もともと最初からこのように賑わっている街なのかというと、実はそうでもありませんでした。今回新横浜駅を皆様に新横浜地区をご紹介させていただきたいと思いますが、まあ、それに先立ちまして、まず新横浜の歴史をお伝えしたいというふうに思います。もともと新横浜は、ただこの辺り周辺を JR、当時国鉄ですが、国鉄の横浜線というのが走っていて、ちょうどそこが東海道新幹線との交差点になったから、そこに乗り換えのために駅を作って横浜へのアクセスを確保した、その程度の場所に過ぎませんでした。東海道新幹線開業時、光号というものは運転をされておりましたが、東京を出ますと次の停車駅はもういきなり名古屋となっておりまして、新横浜駅は通過するというのが普通でした。これが1970年代、開業から10年と少々経ちますと、だんだんと新横浜の開発が進んできて、需要も大きくなったことから、では光号を停車させようということで、一部の光号が停車、さらに90年代にかけてどんどんその停車する光号の本数は増えていき、1992年に登場した東海道新幹線の最速列車のぞみ号も朝の栄光の一番列車、その列車はね、実はさまざまな事情によって京都と名古屋は通過してしまったんですが、それでも新横浜には停車、そして2008年には全ての新幹線の列車がこの新横浜に止まるということにまでなりました。しかし、その先ほども申し上げましたように、開業の時には小玉号ぐらいしか止まらなかったようなところで、新幹線の駅自体は立派にあそこに確かにあったんだけれども、その他周辺はもう田んぼ、田園地帯、本当にそのようなところでした。実は私の通っている大学周辺からも見えるんですが、新横浜のシンボルといえばやはりこの建物かと思います。数多く立ち並んでおります高いビル、その建物の第一陣として建設をされましたのが、西武グループが運営をしておりますプリンスホテル。プリンスホテル、別に新横浜だけにあるものではありませんが、その形も特徴的だし、やはり発展しつつある中であのような大きな建物がバッと立ちますと、おお、これから新横浜がどんどん大きくなっていくんだなと、印象的なランドマークとして機能するようになっていくものでございます。で、そのですね、西武グループが実はこの新横浜の開発にはいろいろと関与してるんですけど、なかなかこう闇みたいなのもありましてですね、ちょっと簡単に説明してみますと、もともとこの辺は田んぼなわけですから地価安いんですね。で、そこへやってきました西武グループの、堤安次郎さん、西武グループを作った人で、確か安次郎っていう読み方で合っていたと思いますけど、堤さんがですね、やってきて、ちょっと農家の皆さん、すみません、ここら辺に馬とかね、そういう競走馬みたいなのは確か育てるっていう名目だったと思うんですけど、競走馬をこうちょっとこうやる、そういうことになってますんで、ちょっとすみません、細長い土地が必要なんでね、すみません、この辺の細長い土地をこう私にこう売ってくれますかと言って、こう一坪1万円もしないから、なんかすごい安い値段で買い叩いていったらしいですね。つってもまあ別に田んぼですから、その値段で買うのはそんなに悪い話じゃないと。そしたらですね、ところがどっこい、それから少々経ちますと、東海道新幹線がここを通ります。なんとまさに、その買ったですね、細長いその土地の上を東海道新幹線が通るようになりましたら、まだルート発表されてないんですよ。ルート発表される前に、その西武の堤さんが、東海道新幹線の通ると思われる場所を競走馬のなんかこう育てるやりますんで、その名目でということで買ってしまったんですね。当然その地元の農民たちは怒って裁判などいろいろ起こそうとしたらしいんですが、結局それはうまくいかなかったようです。なかなかこうやばいインサイダー取引的なもの、まあインサイダーではないんだろうけど、なんかそれに近いようなものを感じるところではありますが、それはまた様々いろいろ当時の祖母総裁の汚職疑惑をこの堤さんがですね、こう手を伸ばしてなんとかこう回避してあげたとか、そういった関係で、どうも裏から話が飛んできていたのではないかという、ような憶測もなされておりますが、もう今となってはよく分かりません。ただそういうことがどうもあったらしいということです。ともかく新横浜はそれだけではないですけれど、そのね、向こうにあるプリンスホテルをはじめ、さまざま発展してきたところ、ちょっとね、この冒頭の説明だけで随分時間がかかってしまいましたが、あとは駅のまずは反対側に行くのもいいかなと思います。駅が街を完全に分断しておりまして、反対側、さっきの新横浜は表玄関ですけれど、反対側は篠原口という出口もあります。そっちはだいぶ雰囲気が変わるんですね。篠原町出口かな、こっちの方面です。
の出口を出ますともう完全に打って変わって駅出た目の前がいきなりこんな屋台タイプの飲み屋さんという風になっております。これいつからこうなっているのか分かりませんけれども、この辺りは結構古い雰囲気でですね、まあ、昭和の終わりぐらいにはもう間違いなくこんな感じになっていたんだろうなと思われます。向こう側見ていただきますと、なんとなく見えますのが横浜線のホームです。さっきまでの JR 東海的な雰囲気とはだいぶ違うような感じがします。にぎわっております。こっちもまたですね、こう出てみますと、こう なんかこんな感じなんですね。さっきまでのはあの新横浜の雰囲気はどうしたと、ここまでギリギリ保っております。ここまでは東海道新幹線もやってくるようなところで、明るい駅構内の雰囲気が出ておりますが、もうこっちからは完全にちょっと違う場所です。東海道新幹線のぞみ号が出発していくところ、上を眺めると先ほどの立派な新横浜の駅ビルもありますが、ちょっとこれがまさか新幹線の全列車が止まるような駅とは思えない、なんだこの雰囲気がと、そんな感じもするものです。しかしこれはまあしばしの姿という感じでして、この裏側もまた大きく開発をされるという計画はたくさん立っておりまして、それほど長くはこの景色も続かないものと思われます。本当ある意味すごいと思いますけど、あのご立派な駅舎、すごい雰囲気のところの裏側はこんな感じなんですから、ちょうどそのすごいご立派方面もですね、このように見えております。これプリンスホテルね、さっき言ったところ、こっち側からでも高い建物はいくつか見えるものです。他にもホテルがいくつか立ち並んでおり、新横浜の駅ビルも上のあたり、この辺は全部ホテルになっているはずです。直ちにもう一本新幹線がやってきましたが、もう一回この道を戻りまして、今度は横浜線の出口の方へ向かいたいと思います。ちょうど今入ってきたのぞみ号が出発していくところでした。あのように向こうには新幹線が華々しく出てはいっているんですが、この辺りはまだまだ雰囲気は郊外といった感じ。しかし新横浜もどんどん人が住みたいというふうに人が増えているようなところでもありまして、江北区の人口もまた増え続けているようです。新幹線がこうやって来ているその裏側をこうやって見てみると、まあそこにはちょっと綺麗系のね、おしゃれの不動産屋さんありますけれど、まあ、あとはですね、もう駅の真正面がアパート、マンションとか、まあ、向こうの方にもアパートの類とか、雑木林、山みたいなものが連なっておりまして、これがですね、あの横浜市の、まあ、山がちな地域の特徴といいますか、あの港未来とか横浜駅周辺とかでなかったら、まあ、大体横浜市というのはこんな感じなんですね。でもこれね、あの横浜市をバカにしているとかそんなことでもないし、この辺りも本当に地価は多分上がってきているんだろうと思いますからね、再開発によってマンションなどさまざまこれからも建てていく予定なんだろうと予想されております。というか、まあ私が勝手に予想してるだけなんですけど、実際にこの辺りにも再開発のその目処というのはいろいろと立ってきているようです。新横浜から東京まで新幹線に乗るという需要かなり実はありまして、平日の朝の時間帯などはもうあまりにもそういう人が多すぎるから、東海道新幹線の指定席にも自由席の切符で乗っていいですよということが言われております。またさらに下にやってきております横浜線ですが、一駅乗れば、菊名、そしてまた逆方面には町田、小田急線や東急、東横線などへの乗り換えも容易で、横浜駅にも簡単に向かうことができます。実は新横浜自体にはそれほど何があるというほどでも、まあ、駅の向こう側栄えているとはいえ、それほど何があるというわけでもありませんが、他のところへ向かうという点に関しては、これほど右に出る便利なところもなかなかございませんで、また私ももし何か自分の家がバレてね、特定されたとかで引っ越しの必要が出てきたとか、まあ、縁起でもないですけれども、もしそういうことがありましたら、その時はじゃあ今度は新横浜に住むのなんかいいかななんていうふうに考えております。特に私はね、大阪方面など急いで行かなければいけないということが多分職業柄ですけれどあるかと思いますので、そういう時などね、新横浜駅はかなり私の大きな力になってくれるはずです。ところでその住みやすさについてですが、見てみますと自転車の駐輪場が24時間ごとに80円、80円って結構安い方だと思いますよ。東京では24時間80円ってのは見なくはないけどなかなかないですからね。これは結構いいんじゃないかな、新横浜。ほんで戻ってきました。ここが新横浜のまた正面のところです。さっきは上からこのね、いろいろ駅前のところにこんな歩道橋みたいなのが立派に巡らされておりますので、まあ、そこから見ればね、新横浜駅高いところから見渡せるんですが、でこっちの低いところにも一応は来られます。で、この新横浜の駅の前を通っておりますのが、主要地方なんとか道路17号線とかですが、要するに環状2号と呼ばれております、横浜市の主要な道路です。これが東海道新幹線の開業の翌年ぐらいにですね、ここへできたらしく、それによってまた新横浜の発展をこれが下支えしていると、そんな側面もあったというふうに聞いております。私道路のことはよくわかんないんでね、まあ、多分なんかそうらしいんですよということしか言えないんですよ。すいません、それは恐縮です。あと日産スタジアムはサッカー場ですけど、ここから1キロぐらいのところなんですね。横浜線の小机駅の方が近いんですが、小机まで行くよりは歩いて新横浜まで行って、そのまま新幹線とかで行った方が楽だというのが大方の意見のようです。
また相鉄東急直通線と書いてありますが、この環状2号の下にはこのように相鉄そして東急電鉄2つがこう乗り入れるようなこんな駅がどうもできるようです。今、ね、現在ここに横浜市営地下鉄が通っているんですが、つまりこれができますと、ここへ通っております東海道新幹線、そして横浜線がちょっと映ってるように見えないけど、まあ、どっかにあります横浜線と、それから東急電鉄、相模鉄道、さらに横浜市営地下鉄、本当に新横浜がまた一段と力を増そうとしている、まさにそんなところです。今これこういうふうにこう作ってるっていうことなんですね。新幹線の乗り換えターミナルとか、それから住まいとして大変人気のある新横浜駅ですが、そしてまたあのサッカー場の最寄り駅でもありますけれども、さらに他にも名所というものがあります。実際今から言ってももう多分やってないと思うんですけど、あんま関係ないと思いますね。私結構そういうの適当にやっちゃうからやってなくてもいいかなって感じなんですが、新横浜ラーメン博物館ってのがありますんで、前まで行ってきましょうか。ラーメンはまた別にね、食べなくても関係ないから。新横浜の駅から歩いてわずか5分のところにあります、このライトアップされた建物が新横浜ラーメン博物館です。見てわかりますかね、ちょっとライトアップされすぎて逆になんだかわからないという感じ。もう今この道まで全然人がいませんので、ちょっと渡っちゃいますけどね。あ、人が出てきたな。もう従業員さんがお帰りの時間か。新横浜ラーメン博物館は飛行機に乗らずとも全国のラーメンを楽しむことができるようにと、そのようなスタイル、そのようななんていうのコンセプトというか、コンセプトで作られたそういうラーメン博物館とされる場所です。実際に博物館法のその定義は満たしてないと思いますので、正確には博物館ではないと思いますが、おそらくですけどね、入館料が300円かかります。そして中で全国の本当に、まあ、確か短いね、1ヶ月だか3ヶ月だかの短い期間でそのラーメン屋さんを交代させて、本当に全国の有名なラーメン、例えば日高ラーメンとか博多ラーメンとか、まあ、そういう風ななんとかラーメン、なんとかラーメンというのを入れ替わり立ち替わりこの中で食べることができるようにしているということです。私も1回だけ行ったことがありましたね。でも入っただけでこの中でラーメンは食べなかったんですけど、出汁をラーメンの出汁を飲み比べてみましょうとか、そういったイベントもありまして、なかなか楽しめるものでした。かなり有名な観光施設であるということは多分皆さんもね、多分私が紹介するまでもなくラーメン博物館というのを知っていた方も多いんじゃないかなと思いますが、ここは夜9時半までの営業、こういう施設にしてはやっぱり長いですよね。そして確かに多くの人が知っておりまして、私もね、個人的にこの間ラーメン博物館行ったんだよなんてこう友達と喋っているのをこう聞いたりするようなこともあるようなところです。でところでここに提訴と書いてあって、まあ、ちょっとここからでね見えないと思うんですが、ここにこう設置してあるんですね。でこの建物が作られた時にそこにタイムカプセルを埋め込むということで、提訴というものがこうバシッと作られますけれども、そこに書いてありますね、平成6年とあります。つまり平成6年1994年にこの新横浜ラーメン博物館ができたということですよ。平成6年って94年じゃないか、違うか、95年ぐらい、まあ、まあ別に平成6年に作られたらしいんですけど、つまりそれぐらいにですねこのラーメン博物館ができたんですが、でそこういうふうに大勢の人を呼び寄せるだけためのそういう施設を作るに足りるほど、94年には新横浜がもうバッチリ一流の街として発展していたということがこのラーメン博物館の誕生からも伺えるんじゃないでしょうか。やっぱり、ね、何にもないようなところにこういうのを作っても人なかなか来ませんからね。特にラーメンなんていうのはあっちこっちでこう魅力の取り合いなわけでして、別に新横浜じゃなくてもいいよという感じもするものです。だからこそある程度大きくて、またまだでも土地が安いようなところ、多分そういうことを考えてここにしたんじゃないかなと勝手に思ってるんですけど、どうなんでしょうか。あとは横浜の中華街からもブルーラインの地下鉄1本でここへやってくることもできます。今日は何を、ね、中で食べられるようになったのかわからないんですが、明日の朝11時になるまでここが開くことはありません。だから、ね、ラーメン博物館がありますよと言っても、映像にラーメンが登場することは全くないわけですけれど、ちょっとそれではもしかしたら、ね、視聴者の皆さんの気が収まらないかもしれませんから、ラーメンをもしご覧になりたいんだったらばということで、私もじゃあ新幹線に乗って、ね、今からラーメンを食べに行くことにしましょう。別にここじゃなくても入場料を取らないラーメン博物館みたいなところがありますので、ね、東京駅の地下になります。大勢の人の流れに逆らって登ってまいりました新横浜駅新幹線ホームです。新横浜の駅から東京方面まで向かうときに一番常識的な方法はおそらく東海道新幹線で一駅行くことかと思います。ちょうど向こうからやってまいりました横浜線、あれで東神奈川もしくは横浜まで行って京浜東北線か東海道線に乗り換えるという手段もありますが、あまりにも時間がかかりすぎます。しかも乗り換えも大変ですし、列車も大変混んでおります。それと比べれば東海道新幹線でわずか1本19分基本的には座っていくことができると考えて良いでしょう。そういった快適でなおかつ早いということであれば、特急料金が860円かかりますけれども、それほど高いようには思われません。実際に朝の時間帯には東海道新幹線を通勤でご利用になる多くの人の姿が見えます。やってまいりました新幹線のぞみ号です。
大勢がゾロゾロ降りてきて新横浜駅の需要の高さを伺えます。リクライニングが効いてコンセントもついている快適で便利な東海道新幹線のぞみ号の座席でわずか20分東京の駅に到着しました。朝の時間でもこのようにどこかしらだいたい座れるらしいということですので、必ずしもそうでもないか、朝も結構混んでるらしいっていうのも聞くんですけどね。私も朝の上りの新幹線は乗ったことないんで通勤の状態まではあんまりよく分かってないんですけど、ともかく、このようにして東京駅に着いてしまいましたので、もう新幹線の新横浜のご紹介もできないというわけです。でも紹介すべき方はだいたい紹介しましたんでね、もういいかなというふうにも思っております。なお、新横浜ですが1964年に、新幹線が開業して、それから翌年には環状2号線もまたできまして、さらにそこから街自体がどんどん遅れ、さまざまな鉄道列車がやってくるようになって、どんどんこの50年で立身出世を遂げていったような駅、そして駅の周辺ももともと新横浜なんていう街は存在しなかったのが、幸福の中心を担うような、大変重要な地区として知られるようにまでなりました。というわけなんですけど、さっきも言いましたようにラーメン博物館に行きますよとか言っといて、行ったんですが、ラーメン食べてませんから、最後にじゃあ東京駅の地下街のところでラーメン食べられますので、よくない自撮り棒ですね。これね、100円の自撮り棒ですから、最後にですね、ラーメン博物館じゃないけれども東京駅の地下のところでラーメンを食べて、それで帰りたいと思います。東京駅の地下一番街にもですね、このようにラーメンストリートというのがありまして、さすがにラーメン屋さん、ラーメン屋さんなら間違いないけど、ラーメン博物館みたいな入れ替わり立ち替わり、いろんなお店が全国のということではないんですけど、ここもラーメンをあちこちで選ぶような楽しみぐらいはあるものです。それでは東京までのアクセスもよろしく、またその他神奈川県内でもどんどん力、地位を高めているようなところ、新横浜地区のご紹介でした。ご視聴ありがとうございました。と思ったらね、11時ラストオーダーだったみたいですよ。何にも入りませんでした。